JR 苗穂駅からの空中フォローが有尾札幌まで開通しました。今日からは雨に濡れることなく店内に入ることができます。今日午前10時に開通した空中フォロー、およそ300人の市民で大行列となりました。アリ君とリオちゃんもこの空中フォローの開通をとってもとっても楽しみにしていたんですよね。開通セレモニーに登場したアリオのマスコット、それをデザインした可愛らしい特製トゥンカロンが集まった人たちに配られました。明日と明後日も午前10時から先着500人にプレゼントされます。空中フォローはおととし3月 JR 苗穂駅から有尾札幌の手前まで開通していましたが、2年の間途中で途切れたままでした。空中フォローは今までここまででしたので、有尾札幌の店内に入るにはあちらの階段を一旦降りて外に出てからでないと店内に入ることができませんでした。今日からはですね、こちら有尾まで25メートルと書いています。新しくできた通路、その先はどこにつながっているのでしょうか。ね、今日開通した JR 苗穂駅と有尾札幌を直結する空中フォロー、新しく完成した場所を実際に歩いてみると、こちらですね、スロープになっていますので、ベビーカーの方ですとかお子さんなんかも非常に歩きやすくなっています。あちら有尾 JR 苗穂駅側連絡通路入り口、こちらから店内に入るんですね。こちら通りますとすぐ店内が見えてきました。入りますとトイザラスの店内とつながっています。その先には有尾札幌の2階にあるおもちゃやベビー用品の専門店が。お店の通路を抜けて有尾の館内や別のお店に行くことができます。今日開通したのが地図の黄色の部分、苗穂駅や駅の南側のエリアと有尾札幌との行き来がスムーズにできるようになりました。濡れないで来れるっていうのは結構ありがたいです。あと結構歩かせる時もあるので、やっぱり道路を渡ると危ないなって思うので、なんかちっちゃい子がいても気軽に来れるなっていうのは嬉しいですね。使い勝手いいですよね。子供を抱えてる人たちや高齢者の人がとても便利。ベンチなどもあって待ち合わせ場所としても利用できそうです。電車を乗って来られる方がもっと増えればいいのかなって、まあ、スロープとあと階段2つあるってことで非常にこう利便性がいい入り口になってますので、どんどんあるようにお越しいただければなというふうに思っております。大型再開発で大きく姿を変えつつある苗穂駅周辺、駅の西側にあった開かずの踏切も今月23日で廃止となり、今日開通した空中フォローが新たなルートの一つになりそうです。